り雨足が強まってきました。現在気温は28度、風向きコロコロ変わりますが、現在のところは南の風2メーターほどと緩やかです。その水面で特別選抜 A 戦第11レースの開始です。1号艇群馬の武須島誠、2号艇山口の大峰豊、3号艇大阪の松井茂、4号艇山口の寺田翔、5号艇福岡の西山隆弘、6号艇東京の石綿哲平。以上6名による対戦、本番も枠なり、人気を集めているのが1号艇の武須島誠です。予選ラストの陰線は宮地の再三の猛攻に耐えての1着ゴール、これで準優勝負かけ成功。昨日の準優勝戦は惜しくも3着でした1号艇武須島、最後の陰線も人気が集まっています。2コース2号艇大峰豊、ここまで2勝利ながらもパワフルな足と強気のターンで2着3着並べてきました。3コースには3号艇の松井茂、昨日の準優はさすがのうまさ、大外から3着に食い込んでいます。角4コース4日目の角まくりが記憶に残ります、4号艇寺田翔、5コースに地元5号艇西山隆弘、そして大里は前半逃げて3勝目、6号艇石綿哲平です。1番2番3番4番5番6番、スタートしました。1番と3番がわずかに覗いたスタート、その後も1号艇の武須島が出ていきます。さあ1番手逃げる1号艇武須島をまくりに行った3号艇の松井、内側から2号艇まくりなし飛び込んだ、4号艇は入れない、3号艇ちょっと膨らんで内側から2号艇大峰、さらに最内は6号艇の石綿が上がってきています。スタートは前提正常でした。6番2番の突破の声になりました。6号艇石綿対2号艇の大峰、2番の旋回、内側から先前が6号艇の石綿、続いて1艇かわして刺してくる2号艇の大峰、先頭は6号艇の石綿哲平、なおも食い下がる2番手が2号艇の大峰豊です。先頭わずかなリードを6号艇石綿で、レースは2周目、2番手2号艇大峰、3番手は3号艇松井、5号艇西山が激しく競っています。2周目1番手トップ6号艇の石綿、続いて2号艇の大峰、3番手は5番3番競り合いながらバック側ほぼ同体で抜けています。5号艇西山の外にぴたりと3号艇の松井です。その後ろ1号艇武須島は5番手、最後方に4号艇の寺田翔です。これから2周にバック、先頭は6号艇の石綿哲平、2番手で2号艇大峰豊、3番手5号艇西山握ってくる、小回りで3号艇の松井、3番5番の戦いは広がってまだ続いています。レースの方はこれから最終周回です。先頭後走は6号艇の石綿哲平、徐々にリードを広げていきます。1周1番手は展開について、その後大峰を振り切った6号艇の石綿、最後の1番手をクリア、続いて2号艇大峰、3番手3号艇松井を指して5号艇の西山、最後のバックでもまだまだ3番5番の戦いは続いています。5号艇西山、3号艇松井、5番3番と激しい戦い、3号艇がわずかにへさき出していますが粘る5号艇西山、ラストターンバック、先頭は今日連勝へ6号艇の石綿、2番手2号艇大峰に詰める5番3番、かわして2号艇大峰は2番手をがっちりキープ、3番手は5号艇西山がわずかに前でしょうか。まずは6番ゴリン、3番ゴリン、5番3番ゴリン、1番ゴリン、4番ゴリン、以上前提ゴリンしました。